私が一緒に戦ってあげるんだから無様な戦いは許さないわよねえねえ、あんたっていつも何してるの年はいくつなの趣味は好きな食べ物は <laughs> 私、あんたのこと知りたいのよいろいろと んあんたとだんだん仲良くなってる気がするうおかしいなこんなはずじゃなかったんだけどな <noise> あんたさ ずいぶん慣れ慣れしくない私とあんたは別に友達でも恋人でもなんでもないんだからね仲良くなればなるほど後で辛くなるんだから何言ってるかわかんないと思うけどとにかく過剰に親切がおすんなってことあんた優しすぎんのよ そういうとこ嫌いじゃないけどあんまり私を困らせないでよね気がついたら毎日一緒に食卓囲むようになっちゃったまあいいわよね親密になれば情報を引き出せるし 誰かと一緒に食事をするのは楽しいしさあんたなんかどうなろうと知ったこっちゃないわよでもあんたに何かあると私が困るからトラブルあったら私に相談しなさい いいわね特訓してるおかげでだんだんプリンセスナイトの能力をうまく使えるようになってる <laughs> 私あたしって あたの役目は、あんたにはんに言えない。言ってもしょうがないし話したら最後もう敵同士になっちゃうしねいつかきっと離れ離れになる時が来るのよあんたと私はちょっと寂しいけどね 面白おかしくやりましょうご飯食べたり街を歩いたりバカ話したりあんたと一緒に騒ぐのあたし嫌いじゃないのあたしの大魔法で吹き飛ばしてやるわ 魔力が上がってく。これって、あんたとの絆の力よね。でも、私にその資格は。ずっと一緒だよって。変なこと言うな恥ずかしいやつね。 いつでも大魔法を放てるぐらいに強くならないとえ頑張っているからすぐできるようになるっておああんたに褒められても嬉しくないし あ,あのさあたしって回復魔法も使えるじゃない今のあたしならもっと強力な回復魔法も使えるからそのけけがとかしたらあたしを頼りなさいよね そ、そんな。今日は、あんたに言いたいことがあってさ。いや、どこかに旅に行きたいとかそういうのじゃなくて。<laughs> うーわ、もう黙って聞け <laughs> あ、あんたのおかげで、誰かと一緒にいることがこんなにも楽しいんだって気づけたというか。だからその、 ありがとう。二度は言わないわよ。こっち来んなニヤニヤするな。それと頭撫でるな。あんま調子乗ってると。